ガレアッツォチャーノ、第2代コルテ・ラッツォ・ブカーリ・ハクジャン・ガレアッツォ・チャーノ、ギアン・ガレアッツォ・チアーノ、デッド・ガレアッツォ、コント・ディ・コーテ・ラッツォ・イーばかり、1903年3月18日から1944年1月11日は、イタリアの政治家、貴族。性の日本語表記は、チアノとするものも多い。ファシスト政権下で、外交官として行動し、後に、 ムッソリーニ自身が兼務していた外務大臣の地位を与えられ、さらにアルバニア総督にも着任して、ファシスト政権下の外交政策に大きく関与た。ベニートムッソリーニの長女エッタムッソリーニの夫であり、貴族でもあることから、サボヤ家をはじめとする王党派と政府を結びつける役割も果たし、イタリア王大使ウンベルト二世とは実婚の間柄であった。 イタロ・バルボ空軍元帥と並んで、後継者として扱われていた時期もあったが、アルバニアでの汚職や、通軸国としての参戦に反対したことなどから、次第に政権から遠ざけられた。対戦後半には連合国との講和を図って、党代表議会と大党派によるクーデター、グランディ決議に加担し、義父を失脚させた。しかし、イタリア社会共和国成立により身柄を拘束され、 ドイツ国のアドルフ・ヒトラー総統から強い要請を受けたムッソリーニの命令によって銃殺刑に処された。1903年3月18日、イタリア王国リグリア州の軍港リボルノに海軍軍人の長男として生まれた。父コスタンツォはリボルノ海軍士官学校を経て海軍大佐として第一次世界大戦を戦った人物で、 アドリア海で有名を馳せた、マシュ魚雷帝部隊の指揮官として、イストリアノ・ブカーリワン、ゲンクロアチア・バカルワンの襲撃などで軍港を挙げた。戦後、その軍港を称えられて、イタリア王、ビットーリオ・エマヌエーレ三世から、戦地の名を冠した、コルテラッツォ・ブカーリ伯爵を与えられて貴族にし、政界でも、会員議長を務めるなど、地元リボルの切手の名士だった。その息子のガレアッツォは、 花々しい生活を送っていたという。快楽に染まった俗物的な性格ではあったが、家柄にふさわしい教養と知性も身につけていた。1925年に、ローマ大学を法学専攻で卒業し、外務省の入省試験を600名中に7位の席次で合格して、務務官僚となった。省内でもエリートとして出世の道を歩み、リオデジャネイロの在ブラジル大使館、 ウエノスアイレスのザイアルゼンチン大使館勤務を経て、1927年に北京の在中国大使館に赴任した。1922年、国家ファシスト党によるクーデター、ローマ進軍が行われた時、退役軍人としてファシスト党の顧問を務めていた父コンスタンツオクも進軍に関与していた。父を通じてファシスト党による独裁を進めるベニート、 ムッソリーニ国家統領に接近し、1930年4月24日に、ムッソリーニの長女エッタムッソリーニと結婚して、娘婿となった。エッタとの結婚は自由恋愛によるもので、両家の政略結婚などの性質は持っていなかった。しかし結果的に学府の移行によって、上海総領事の地位を与えられて、省内での地位は盤石とな。チャーノとエッタは共に、 奔放な性格で双方が公然と愛人を持って、エッタは、特に、中華民国の超学良将軍に夢中だったとされるが、夫婦仲はよく強い絆で結ばれていた。総領事着任後は1932年の第一次、上海事変に際しては、日中領軍の朝廷に奔走した。任期を終えて祖国に帰任した後も1933年に、新聞、宣伝省時間、 1935年に、同省大臣などを若くして歴任、ファシスト四天皇のイタロ・バルボ空軍大臣と並んで、ムッソリーニの後継者候補として扱われていた。1935年の第二次、エチオピア戦争においては自ら空軍に義勇兵として志願し、危険な爆撃業に参加してを名誉的に受訓するなど、派手なパフォーマンスを好んでいった。応答派内では、 ビットオリオ・エマヌエーレ三世の長男である、イタリア王大使、ウンベルトの信任も扱った。この二人の友情関係は、それぞれの父、国王・エマヌエーレ三世とムッソリーニ国家同僚に、とっても、建設的で、有意義なものとみなされていた。なぜならそれは、王室とファシスト政権との微妙な関係の強化に寄与。したし、やがて若い二人がそれぞれ国王と、政権担当者として、 次世代のファシストイタリアを率いる可能性がこの時点では存在したからである。1936年、チャーノはついに33歳の若さで外務大臣にまで上り詰め、岐阜の政権での外交政策を形式的には一任された。しかし外交は自身も語学と社交を得意としていたムッソリーニの先見校であり、実質的に外務大臣を引き続き兼任していた。 チャーノの立場は政権の外交特使というのが実態に近く公的行為で義父に逆らうことは決してなかった。彼が最も多くを任されたのは義父の名代として特使の役目を負うことでムッソリーニが重視していたドイツとイギリスには幾度も赴いて政府首脳や要人らと接触、見聞きした情報を報告している。同様の役割は文化特使として アメリカに送り込まれていた次男、ビットリオ・ムッソリーニにも与えられていた。1939年4月にイタリアのアルバニア侵攻が決定された際、その準備をムッソリーニから委ねられたことは大きな機会だった。数日で戦闘が終わると、アルバニア王国はイタリア王国の同訓練となったが、当地はアルバニア総督に委任された。論校交渉で、 アルバニア総督を兼任したチャーノは、アルバニアの完全併合を支持しており、その統治手法は残忍冷酷なものだったし、妻と自分の怠惰な生活を支える資材を得るべく、汚職にも、熱心だった。チャーノ夫妻の個人資産は、奇妙なことにしかし、目立たない形で増大していった。自身の利益になる限り、チャーノは、植民地支配や戦争といった、野蛮な行為に、 完全な賛意を示していた。一方、そうした帝国主義の過程で、ドイツ、特に政権の座にあったナチスとの接近が深まることには一転して、猛反対したことでも知られ、この姿勢は結果として、彼の人生を他の何よりも決定づけた。チャーノは、表面的にはドイツへの友好を装い、公鉄協約、独位軍事同盟を締結して、 ナチス政権のヨアヒム・フォン・リッペントロップ外務大臣と何度も会談を重ねて個人的な信仰を持ったが、その主人であるところのアドルフ・ヒトラーに対しては明確に嫌悪感を表明している。チャーノはヒトラーをベール・パッツォ、本物の狂人と吐き捨て、それ以外の人物についてもゲーリングは能力はあるが、悲慢体で下凡、親睦を持ったリッペントロップですら、間抜けと酷評し、 ドイツは今非常に劣った連中、ナチスの主中にルトとまでこき下ろしている。ヒトラーも反ナチ的で強落癖を持ったチャーノを信用せず、ムッソリーニへの賛辞とは正反対に胸が悪くなるような若造と評している。ナチスへの嫌悪感にも後押しされ、アドルフ・ヒトラーのドイツからの影響から遠ざけるという姿勢をとっており、大戦後に出版されたいわゆるチャーノ日記では、 自身が、いかに数軸同盟と戦勃発を止めようとしたか、ムッソリーニが自分の検索を知りけたかという記述が列挙されている。しかしこれは、自己言語による事実の歪曲が大いに含まれている。チャーノがドイツとの戦争を、イタリア、ギフ、そして自身に不利益と考えたこと、ナチス一派に嫌悪感を持っていたのは事実ではあるが、対戦回避への具体的努力はほとんど、 行われなかったし、そればかりが外務大臣の辞職すら拒んでいる。そもそもチャーノには何の実験もなく、自らの義父であり、ボスでもあるムッソリーニに逆らうほど愚かでもなかった。チャーノの努力は、ドイツや義父への陰口を口にしたり、同盟反対についての意見を申し述べたりする程度であった。チャーノが大戦前に義フに反抗したのは一度だけで、ベネツヤ宮でムッソリーニを ローマ式敬礼で出迎える、同幹部たちを睨みつけると、君たちみたいな間抜けで馬鹿な連中、中略が、彼、ムッソリーニを焚きつけてこういうことをすべて痩せたんだ。と怒鳴り、日光の実を部屋に入れていた、ムッソリーニの執務室、気が散るという理由で照明を嫌っていたに電気を、つけたという。チャーノは日記に、イタリアのためには、ドイツの勝利を願うべきなのか。 敗北を願うべきなのか、自分にはわからない。と記している。第二次世界大戦の勃発時、チャーノの反ドイツの立場は、より鮮明であり、ヒトラー自身ムッソリーニに、あなたの家族の中には反逆者がいると警告したとも、言う、チャーノはバチカンに施設として赴き、教皇と連絡を取っている。この際、チャーノは、ジョバンニ・モンティに後の教皇パウロ六世と、関係が密であり、 チャーノを通じて敵対諸国との連絡が保たれていた。1943年7月25日のファシスト党代表議会においてムッソリーニに対する内部からの反対はついに表面化する。チャーノは義父に対する反対票を投じる一員となり、ムッソリーニは失脚した。この政変の後にチャーノの妻でもあるエッタは夫婦の亡命を試みるが、 バチカンが庇護を拒絶するなどその望みはつえた。結局、スペインへの逃亡を図った際に、チャーノはドイツ軍によって逮捕され、代表議会でムッソリーに反対票を投じた他のメンバーと共に、ベローナの監獄に収監された。その行動は反逆行為であるとみなされ、チャーノと他の4人の反逆者は1944年1月8日から9日の公開裁判、会場は 代表議会と同一のベルーナ、ベッキオジョーによって有罪とされた。ムッソリーニはこの義理の息子を除名する意思がなかったのか、あるいはそうしたくともできなかったのか、については、後々まで議論がなされている。注目の一致するところは、仮に、ムッソリーニがチャーノに恩赦を与えたなら、ムッソリーニ自身の政策の信頼性は大きく、損なわれたであろう、ということである。 判決を聞いた妻のエッタは危険を犯して半島を自動車で縦断。はじめは共和国政庁で、そして監獄で夫の除名を懇願したが、虚しく終わった。その後エッタは農夫の身なりでスイスに逃亡した。エッタは妊娠中であるとの特別許可証入手。スカートの中にチャーノの日記を隠し持っていた。シカゴデイリーニューズ誌の戦争記者でもあるポールがありは、 エッタがスイス国内の修道院に潜伏中であることを突き止め、チャーノ日記の交換を手助けした。同日記は1939年から1943年にかけてのファシスト政権下の多くの秘書を暴露しており、第一級の資料とされている内容は政治関連に限定されており、チャーノの個人生活はほとんど含まれていない。 1944年1月11日早朝、チャーノは銃殺刑に処せられた。チャーノの最後の言葉は、祖国よ永遠なれ、ロングライブイタリーであったという、去年40であった。チャーノの人物像は、ファシスト時代中でも最も議論の多いものの一つである。チャーノは空虚で甘やかされて育ち、俗物的で、船舶であり、 そのアルバニア総督時代が示す通り集はを見、残忍であった。しかし一方で、チャーノは人生の最後においては、イタリアとドイツの同盟関係に勇気を持って、反対した数少ない一人であった。また義父に不信任票を投じることで、チャーノは個人的には孤独感に苛まれることにもなっただろう。ここでのパラドックスは、中央的な道徳観念と、 そこそこの知性を持ち合わせるに過ぎなかったと思われたチャーノが最終的にはムッソリーニよりも鋭い政治的洞察力と国王ビットオリオエマヌエーレ三世よりも格好とした古的勇気を兼ね備えていたということにあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。